はい、こんにちは。今回はハードブル P ライン新商品を使ってみた。今回はですね、ハードブル18アンタレス DCMGXG に巻いてみました。ショックリーダーは35ポンド40ポンドナイロンラインを使用しています。 PE35 のハードブルです。タイのパイロット111で使ってみました。ミノーでバラマンディを釣ってます。今回の新商品ハードブル、スペクトラの8本網、今までですね PE は4本にこだわって使っていました。なぜ4本を使っていたかというと、なぜだと思います？私の考え的に1本が太いから、8本よりは4本の方が1本が太くなる、そうすると切れにくいという理由から4本を使ってました。8本を使うのは初めてです。このハードブルの特徴、ベイトリールで使いやすいということで使ってみました。針と腰でライントラブルを抑制、まあゼロにはできませんよね、ライントラブル。当然ライントラブルはあります。ライントラブル、バックラッシュを抑制するラインです。新しい PE ライン、ベイトリールの PE 仕様に最適と商品の説明欄にありました。なぜこの釣りで PE35 を使うか、いろいろ試してみましたけど 2.55 以上じゃないとダメな理由があります。ベイトレール DC 使ってもですね、必ずバックラッシュは起きてしまう。私の投げ方が悪いのか、それとも構造的なものなのか分かりませんが、バックラッシュは向かい風の時など仕方がないのが現状であります。バックラッシュするとですね、糸を直す際必ずラインが痛みます。思いっきし引っ張り出しますんで、スプールでぐちゃぐちゃなってるのを引っ張り出すときに必ずラインが痛みます。ルアーを投げたとき高切れの原因にこれがなっていると思います。なので切れない PE3 号とかを使います。ではナイロンは、バラマンディの釣りの場合35ポンド40ポンド使わないとですね、最低でもルアー飲まれて首振られるとプツンと簡単に切れます。今までの経験上ドラグゆるゆるの釣りはあまりしたくありません。タイミングができて、まあドラグゆるゆるだとジャンプもあまりしませんからね。それでPE35、2.55、ショックリーダーを35、40ポンドを使っております。PE が高切れして、ルアーポーンと飛んでったら寂しいですし、これがいろいろ試した今の正解であります。私の個人的な意見です。このハードブル、ラインはどんな人に
という説明欄。説明欄にですね、ピーコック、トーマ、バラマンディを追い求める海外遠征アングラに最適とありました。まあ、ネイティブと管理釣り場ありますけどね、私は管理釣り場ばかりです。でも海外遠征アングラです。なのでこのライン使ってみました。まさにバラマンティ釣ってます。で、このバラマンディにどうかっていうと、試さないと分かりませんので試してみました。というよりは、実際のところ釣りフェスティバルで無料でもらったラインですので使ってみました。PE ラインは劣化しないからずっと巻き続けている私。23と18アンタレス DCMD あるけど、18の方にとりあえず入ってみました。18アンタレス DCMD に使用しております。本当 PE は劣化しないから巻き替えない私。毛羽立つと当然交換しないといけないんですけど、毛羽立たなければ交換しない私。でもラインスプレーだけはしています。毛羽立っているとその部分を切るぐらい。それで PE3 号を使っていればまず高切れはいたしません。これが PE3 号を使うメリットです。2号 1.5 号ですと高切れしてルアーがポーンと飛んでいきます。経験上。それで今回ですね、ハードブルを使った感想どうなのか、ここが知りたいですよね。素人が投げた時のメリットは向かい風のですね、バックラッシュが少ないです。この PE ラインハードブル、あとバックラッシュはしますが、ぐちゃぐちゃ感が少ないです。取りにくいバックラッシュがなかったです。今回普通の PE と比べると、なのでラインが傷まないのかなと思います。そしてデメリット、これなら細く 2.5 号にしたいけどそれがない。まずそこです。 2.5 号なんてあんまりないんですかね、 PE ラインで。あと硬いラインなので癖が強く、当たりからフッキングがさせにくかったです。このライン最初なのでリールに巻いている巻き癖みたいのがついてました。数時間使うとですね、ラインの癖がなくなり、当たりからフッキングをさせやすくなりました。まあコーティングが取れたんですかね、少し。ここはですね、管理釣り場なので、軽くルアーを加えるあたり、水面のラインのたるみを見て判断して、そこで合わせます。そのあたりがわかるかわからないか、取れるかでヒット数が大幅に変わるのがこのバラマンディ釣り。バラマンディはですね、実際ルアーを巻き続けるよりちょんちょんステイでヒットします。ちょんちょんステイが効果的です。
このステイの時にヒットします。だいたいパクッと加える、パクッと加えて反転して逃げるやつだったらすぐヒットしますが、パクッと加えるだけのやつは本当に合わせないと釣れません。水面のラインを見て動いたら合わせる、それがこの釣りです。バラマンディ釣り、初め使い始めた時はですね、ラインが硬くてですね、このラインで当たりを取るのがちょっと難しかったです。動きだけを見ることができませんでした。ラインの癖がついて、手には伝わらない当たりを取れるか取れないかでヒット数が変わってきます。でもですね、何回か使うとですね、この硬さも取れてですね、使いやすくなりました。まあコーティングが取れたんですかね、ちょっとわかんないんですけど、わっ、これ飲み込んでますね。こんな感じに飲み込むと30ポンドだとすぐ切れるのが私の経験です。ルアーの飛距離を出すのが重要な釣りではありません。この釣りは、投げた感想といったらですね、まあどっちが飛ぶかっつったら、まあトントンですね。本当飛距離よりルアーの動きが重要なこの釣り、飛びに関してみると普通のラインと変わりませんでしたね。80センチのバラマンディ、実際このライン何に使いたいかって言ったらタコ釣り、これにぴったりだと思います。本当に。どうもご視聴ありがとうございました。楽しい釣りを。では。